ストラットを弾いてみました。と私最初初めて買ったギターガーフェンダーの日本製のストラットだったんですけど、それよりももっとこうネックがすごい持ちやすくて、あとなんか丸みがすごいあってすごい可愛いし持ちやすいネックだなと思いました。で音もまあいろいろこれだけでもいろんな音が出て調節もしやすいので、そうですね、最初に買う一本がすごくいいし、なんかいろんなジャンルの音楽で使えるんじゃないかなと思いました。キャスターを弾いてみました。あんまり普段バンドではテレキャスター使ったことないんですけど、なんかこの後ろの部分がすごくなんかへこんでて体に沿うようになっているのがこちらなんですか？なんかすごく持ちやすいなと思いました。それからこの一番こっち側のピックアップっていうかチャンネルにするとほんとここがスクレスになってなんかすごく太い音が出るんですけど、私は結構バンドで3人しかいないので太くてパワーのある音が出るので、すごくそういう3ピースでパワーが必要っていう時に使いやすいかなと思いました。ジャズマスターを弾いてみました。これもネックがすごい持ちやすくて、いつもジャガーを弾いてるので形とかはすごい近いんですけど、いいなと思いました。音もすごく澄んでる音もちゃんと綺麗に出て、リバーブとかもすごい綺麗に乗るので、普段使ってるものに近いんですけどすごくいいなというふうに思いました。あとここが弦落ちしないようになってるのがすごいいいなというふうに思いました。3本弾いてみた印象は、ネックもすごく持ちやすくできてるし、ボディもすごく持ちやすいような形になっているので、すごく使いやすいギターだなと思いましたし、音もしっかりしているので使われてみてすごい良かったなと思いました。プレベを弾いてみて、なんかプレベ私が使ってるのとかは結構なんか場所によって音量が変わっちゃったりするんですけど、これはなんかどこ弾いてもちゃんと音が出てくれるのですごく使いやすいなと思ったのが一番です。あとはブリッジの下に鉄のブロックが入ってるって教えてもらったんですけど、それのおかげでサスティンがよく伸びる、それがなんか一番やっぱベースって伸ばしたりするの大事なのですごいいいなって思いました。ジャズベを弾いてみて、そうですね、なんか音がきらびやかで、なんか高音とかをこうやって弾くときがすごい綺麗だなと思って、それが第一印象です。あとは音作りをなんかいろいろ試せそうな感じがしてよかったです。2本弾いてみた印象なんですけど、なんかこのネックがサテンな感じがすごいサラサラしてて、普通のだとちょっとキュッてこう止まっちゃったりするんですけど、これだとサラサラしてるので使いやすいなって思いました。あとやっぱりなんかどこ弾いても
ちゃんと音がちゃんと抜けて出るっていうか、それがすごくいいなと思って、音作りもちゃんと出てくれるから、どうやってもなんかいい音が出るんじゃないかなと思って、とても使いやすいベースたちだと思いました。